さあ体勢整い、5区を聞いてラニレースのスタートです。さあまずは4番の松見達也の前取り、2番の伊賀哲也が追っていきまして、どうやら中四国勢が初手前段不陣の作戦のようです。3番地元田山誠、そして佐賀1番富永正久、地元5番の松尾誠で、先勝回同様に3番手以降に3車並びを作りますが、最後尾から6番車北沢郁夫が位置を上げます。そして前2人も並びを整えて、2番の伊賀哲也が先頭位置へと変わりました。6番の北沢は初手のポジションは切れ目の3番手、従いまして2対1対3で縦位置です。競争は間もなく2周回目と入ります。2番の伊賀、ここ2場所を3日目に逃げ粘っているだけに侮れません。追走4番の松木はメンバー中得点上位です。難関1社6番の北沢は初日同様に位置は決めず1社フリーの競争を選びます。3番の地元田山が初手は4番で、地元戦の最終日、これまでは最終バック取れば好成績につながっています。その後ろでありますが、西九州結束一丸となっての戦いということでありましょう。1番の富永、5番の松尾誠の順で、得点順で2番手3番手折り合う並び順となりました。西九州ライン結束の上位独占を目指してという最終日であります。さあ赤間周回入るところ、3番の地元田山位置を上げていきまして、2番の伊賀を抑えます。中四国コンビは車を引いて切れ目切れ目と回っていきまして、6番の北沢が4番手と変わりました。5、6番手に引き切って、2番の伊賀、4番の松木下げてすかさず仕掛けます。さあ間髪入れず、今度は2番の伊賀が先頭へと変わりまして、また6番の北沢切れ目切れ目と3番手、これで3番の田山誠は4番手初手のポジションに車を下げて、さあ4コーナー回って競争はいよいよ最終周回です。さあ2番の伊賀哲也主導権を握ったかという展開、ロングスパート地元3番の田山誠、ただ2番の伊賀哲也もここは察知しまして踏んでいく。1センターから2コーナー、さあ3番の地元田山は番手並走になりまして、4番の内井松木達也の牽制を受けていますが、乗り越えていけるか。さあ3番の田山、2番の伊賀も踏んでいる、両者眼光状態、続いて2センターから4コーナー、合わせ切ったか2番の伊賀哲也、4番の増木コースを見極め突っ込んで伸びてきたかどうか。さらにはどうでしょうか。外のコースは西九州勢、3番の田山は上位争い名乗りを上げたかといったところ、リプレイ像をご覧いただいています。2番の伊賀の先行、3番の田山自力力勝負挑んでいきましたが、伊賀を幕に叩くことはできず、結果的には4番の松木の牽制、そこから追い込んで松木1着、2着は2番の伊賀で、中四国ワンツーに3着どうやら3番地元の田山。決定放送まで正式な着地、今しばらくお待ちください。第2レースでした。